コード、それは頂上への鍵であり、連鎖の刻印。ギアス、それは人の願いと呪いの裏表。人の世に生きながら、人とは違う断りで生きることとなる力。時に人は大きな代償を払うと分かりながら力を欲する。時代も時間も時空をも超えて降り注ぐ力のかけら。人が願い力を欲した時、世界は動き出す。これは新たなる復讐の物語。コードギアス、ジェネシックレコード。アルが願う新しい世界での目覚めを。私はギギ、あなたに永遠をあげる女。この図書館に本がないのはあなたのせいで、本があるのはあなたのおかげ。 RPG シミュレーションの2つのバトル演出。サンライズ著名作家によるコードとギアスをめぐる新たな物語。キャラクターデザイン原案クランプ。オープニングアニメーション制作サンライズ。谷口五郎、大河内一郎総監修。コードギアス全シリーズが集結。全キャラクターが登場。時代を超えて集うギアスの記憶。今新たな物語を観測する。僕は願う次の物語を。コードギアスジェネシックレコード2021年春始動。